そうだよ、さあ言ってるでございます。はい、始まった。はい、始まりました。はい、ちょっと羽田から直行です、今日は。はい、羽田から直行してベッド組み立てて、そう、ベッド組み立ててエジプトの帽子かぶって、はい、疲れた、今日腰痛いよ、はい、あんな久しぶり。そうですね、あんな大変な。さあ、そんな中ユーテラに銀の盾届きましたんで、ああ、初めて見たことない、本物の、はい、開けようと思います。はい、ちょっとね、ハワイ行ってる間だったんで、だいぶちょっと時間かかって、そうね、はい、このハワイに行ってる間に届いちゃった。なんでハワイだ。ああ、両親が行きたいって言ったからですね。ほら、こんな高い時に。そうです。人生で、まあ、もう行かないだろうなと思ってたんですけど、はい、行きたいって言ってた。もう何回も行ってたんでしょ。いや、1回だけですよ、その前は。あ、そうなの。で、1回行って、まあリゾート地だからもう別に。そうだよね。なんか行きたいとは思わないわって思ってたから。なんでいいね、ご両親が、はい、海外行きたいっていうのがすごいね。そうですね。なんで開けて。はい、あ、でこうで、まあ、ハワイ中だったんで、で、届いてなくて、で、家戻っても再配達のあんま来てなくて、で、あれって思ったら、調べたら、住所間違ってました、僕。自分が入れた自分が入れた住所が間違ってて、それで UPS に電話して、UPS はできませんって言われて、何々運送会社なんでって言って、その運送会社に何回も何回も電話して。全然繋がらない。全然違うとこ行っちゃったってことか。いや、違うとこ行っても住所なし、ないかとか不定になっちゃったのか。はい、じゃあ開けたいと思いますんで、はい、初めて見る俺、はい、銀の盾、はい、これどうだともらえるの。10万人。10万人です。10万人ともらえるの。なんか、アイムさん、初めてのチャンネル登録者覚えていますかと。初めてのチャンネル登録者は僕でしょうけど100人目は、1000人目はとか、おそらく覚えてるでしょう。そして10万人目のチャンネル登録者も記憶に残るに違いません。誰だった、誰か分からない。誰だった、もう気づいたら10万2人になってたんで。はい、ファンがあなたのチャンネルを知ったきっかけは YouTube の検索、友達の口コミ、あるいはおすすめの動画として表示されたあなたの動画かもしれません。チャンネルを訪問したきっかけが何であれ、視聴者はファンとして定着し、そしてその数も増えました。それはひとえにあなたとあなたが築いたコミュニティの力によるものです。すごいね、はい、チャンネル登録者10万人というマイルストーンを記念して、マイルストーンはカタカナ、シルバークリエイターアワードを贈呈します。おめでとうございます。シルバー以外もあるの。ありますよ、もちろん。100万人に行けば。100万人もあるんだ。は、はい、金色です。ゴールド、はい、というかテレビよりすごいよね今ね。はい、1000万に行くとダイヤモンド、ダイヤモンドもあるんだとか。はい、1億人もありますよね。1億人もあるんだ。はい、ちょっとなんで価値をどんどん下げていくんですか。いやいや、シルバーすごい。シルバーすごい、はい、コミュニティで共有したいストーリーがまだたくさんあることでしょう。ファンの皆さんもあなたが熱意と創造性をさらに発揮して驚きを与えてくれることを期待してるはずです。だからこそコンテストを作り続けましょう。先週休んじゃいました、ごめんなさい。先週一本も動画上がりませんでした。いやー、僕前撮りしてるからね、はい、あのやってくれれば上がるんだけど、はい、足りないのかな、まだ編集大変だよね、はい、編集ね、はい、だからこそコンテンツを作り続けましょう。コミュニティを発展させ続けましょう。さらなる活躍を心待ちにするとともに、頑張るよ、引き続き活動をサポートしてまいります。もしかしたらチャンネル登録者数が100万人に到達した時には10万人目のチャンネル登録者を覚えていますかとお尋ねするかもしれません。10万人目の方は誰だったんでしょう。待って待って、まず大体さ、100万人ってこれあと10回あと 10倍ってことでしょ。はい、いや10倍大変だよね。大変ですね。これ全部英語にしたらいいんじゃない。そういうのもね、いろいろやって、いや、オファーはたくさん来てるんですけど、多分でも AI の力でできる時代がやってくると思うんで、多分お金かけてめちゃめちゃ何十万でかかりますから、日本の動画の池先生長いんで、多分30万とかまとめとかね。俺なんだ、日本語を英語にするとどうなんだろうな。どういうんだろうか。で、今後ともよろしくお願いします。ニューモハンっていうことなんですかね、今の CEO。 CEO さん、はい、ということで、かっこいいなぁ。届きましたんで、はい、池先生、どうぞ。ありがとうございます。はい、これがちょっと見せてあげてください。あ、開けてください、開けて。軽っ何回シルバーだからもっと重い、軽っ。ありがとう、はい、光ってる、はい、軽っ。はい、軽っ。まあ、こんなもんじゃない、Recognize your team ってか、金とか。ほんとだ。へぇ、でもすごいね。ってか、何がすごいって、ありがとうございます。10万人。はい。10万人ってすごくないですか、そうですね。チャンネル登録者数10万人。はい。大
成しました、ゆきろ先生のおかげで。いや、うちで俺のおかげじゃねえわ。これ森鉄のおかげだろ、そんなの。どっかに飾っておきます。そう、それで、でも思ったのが、僕が撮った時の10万人の盾、サイズが違うんですよ。えほら。あ、でかい全然大きさ違うよ。なんで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 大きさが全然違うと思って。コロナになったから。いや違う、まあ多分グーグルお金なく、お金なくなったから。 10万人取る人がいっぱい増えたからか、出たからなんじゃないですか、ね、ほんとだ。サイズがだいぶ小さくなった。え、ちょっと待って、重さもまあ、そして、あ、いやいやいや、やっぱり違います。これは大きさの問題じゃなくて、なんか質的にこっちの方が重いでだから100万人もだいぶ変わったらしいですよ、昔の100万人の。ああ、そうなんだ。てか100万人って生きやすくなったろうね、本当のすごい YouTuber だったらね。そうか、テレビ見なくなったしね。はい、てかテレビ面白くなくなったから。なんかみんな最近特にさ、あの軽い、確かに、そうでしょ、確かに軽い。そっち比べてみたら大きさの問題じゃないよそれ。もともとの中に入ってるのが入ってなくなったみたいな、確かに空っぽになっちゃったみたいな感じ。箱なんじゃん、ほら。ちょっと超ユーチューブさんに、ありがとうございます。いやいや本当に獲得いたしました、ね、でもさ、こうやってさ、まあ我々はそうでもないけど、やっぱ YouTube でテレビの悪口じゃないけど、はい、テレビが嘘ついてるとか、ちょっと偏ってるとかっていうのは、まあ、よく俺も言っちゃうけどさ、はいはい、皆さんも言ってるじゃん、はい、そういうのって、はい、そういうのでどんどんテレビ離れが起きてる。まあテレビが面白くないのはもちろんそうなんだけど、うん、で YouTube の方が面白いのはそうなんだけど、それだけじゃなくて YouTube の人のが発信力があるがために、こうそうやって YouTube が言った方が、ちょっと YouTube が正しくなってきてる感じがして、それまたちょっと怖いね。ああ、なるね、うん。今まではテレビが嘘っぽいって言って、うん、YouTube がすごいってたけど、この YouTube が多すぎて、YouTube で嘘っぽいのが多くなってきてる気がしない。そうですね。まあ、まさにそうですよ、YouTube。それもちょっと怖くなってるので、皆さんも気をつけないと、そのアルゴリズムがやっぱ一番怖いからね、うん、簡単に扇動できるもんね。はい、そうです、ね。それが選挙とかに使われたら困るよね。うん、使われてるけどね、まあ。ジョークでやっても全然理解してくれなかったり、本当のことだと思っちゃったりする人もいっぱいいますからね。ああ、そうだよね。あの、最近そういうジョークですって書いてやってるのもあるじゃない。うん、それでもジョークじゃないと思ってる人いるもんね。そうそうそう、なんで、結構大変だな。だから都市伝説系とかもそうじゃない、はいはいはい、陰謀説系もそうだけどさ、うん、本当と本当じゃないのの境目がよく分かんなくなってきてるから、うん、ちょっとこれは見る人の判断力もね、すごいかかってくるかもしれないんでね、うん、影響力が強いだけ、はい、Google さん頑張ってくんないとね、うん、ただ単に儲けるためにやるんじゃなくて、ね、人間育てるためにちゃんとやってほしいなと思いますけどね。すごい、うん、結構深いことを言って YouTube マネージャーついてますからね、このチャンネル。それさ、そうだけどさ、まあわかんないよ、どなたがどういうふうにやってるか、はい、基本的にもうこ他のも別に YouTube に限らないで、はい、儲かるとかさ、うん、基本的にお金が何でも先頭するじゃん、ね、儲かるためにとかそういう風なアドバイスでしょ、うん、これはあの別にこの YouTube じゃなくても他でもそうじゃん、なんかアドバイスっていうと、うん、儲かるためのアドバイスみたいな、金融政策儲かるため、国が儲かるためのやり方みたいな、じゃなくてなんか人間がおかしくなっちゃったら、まあ、良くないかなと思ってはいるしね、うん、まあ年取ったんだね。お、年取ったんだよ。若い時そんなこと思わなかったもんだって。なんかちょっと怖いなと思っちゃう。なるね。今これからどうなっていくのか分かりませんが、まあ、あとは YouTube の, そのイベントにもね、今度平さんが参加しますから、ユーテラの人として。何 YouTube のイベント、 YouTube のイベントいっぱいあるんで、そのマネージャーついてる人たちっていろんなイベントあって、だから僕はいつも参加してる。あ、そうだ。 YouTube のイベント、 YouTuber が来てるの？ YouTuber だったりチャンネル運営してる人が来てたりします。ああ、有名な YouTuber あんまいないです。その有名な YouTuber のマネージャーさんとか。ああ、じゃあ別に YouTuber を見てる人が来るんじゃなくて、はい、YouTuber やってる側が来るってこと？やってる側のイベントっていっぱいあるんで。へえ、はい、毎月なんかあります。必ず YouTube で食ってる人もいっぱいいるんでしょ？まあそうですね。まあ YouTube が買うとか、 YouTube を使って会社を運営してる人もいるから。はい。まあそうか、そういうことか。いやー大変だよね。だからいろんな時に運営を僕がやってるって言うとびっくりされること多いですね。このなんかね、そのチャンネルを運営してる人がいるんだと思ってる人がいっぱいいますから。あ、このユーテラで。はい、ユーテラだったり。こんなグタグタしてる。
ゆてらだったり、まあ、あの、あれもそうですね。僕のチャンネルもそうです、ね。まあ、それはね、言ってください、ぐたぐた。総合監督に言ってください。総合監督、ちょっとぐたぐたしないで。ちゃんと動画出してください。1週間に0本とか、ダメですよ。でも、あの、ひらくんのいいとこってさ、すごい計画性があるじゃない。はい、実効性とはちょっと別だけど。計画性は抜群じゃない、やっぱり。彼の計画性すごいじゃない。ノートとか見たことあるけど、すごいもんだって。はい、長期的な計画はそうなんだよ。短期間で。明日とかね、明後日とか、じゃあ、今日とかも。明日何時とか言った時がね、はい、ちょっとそれはエジプト人みたいな感じはするけど。でも彼がいないと、そこはちょっと成り立たない感じもさ、やっぱり必要だと思うんだけどね。総合監督、うん、なんかこう毎週動画が出るように、毎回今週出ない、やばい、なんか俺考えて出さなきゃ一応だから僕編集するスピードもさ、はい、分かんないから、はい、森哲に相談してって編集の人に言ってるんだけど、はい、だけどもなんか森哲怖いらしいよ。そうそう、分かります、うん、毎週出してもらおうと言ってくるけど、そうはできない。だって編集の人たち怖がってるもんだと。そうそうそう、怖がってるから、先生言ってくれますかってよく言われるんだよ。そうそう、全然言ってもらっても大丈夫です。僕はね、短いんで。だから平さんはいつも言ってます、コミュニケーション能力がないから、もう舌足らずな返信ばっかりだからすごい大事な時とかは平さんが文章書く。ああ、そういうことだね、はい、文章書くとすごい長く書くんで、僕だったら絶対2行だなって思うのがコッコンつって。いや、すごいね、そういう全然運営なんてされてない感じだよね、なんかね。でも裏ではちゃんとね、やってるの？あの、税務だったり、大変なんですから、今も。税務ね、ありがとうございます。やったりしてます。でも、YouTube がなんか税務厳しくなったんで、なんか、すごい書類とか今、いろいろ出さなきゃいけない。まあ、いくら入ってこれ知らないし、1円たりとも知らないけど。でもだからこれ、みんなが見て、ね、ユーテラ見ててさ、ユーテラがすごい組織化された、はいはい、すごいものだと思われたら、ちょっと、増えちゃうね。知ったらみんなびっくりするだろうね。中身はもうね、ほとんど友達同士でやってるみたいな。そうでもそれで10万人もね、皆さん見ていただけるんだから、っていうかね、今日も新しいところでペット作って、椅子作ってね、はいはい、やって、いやこれはやめられないよね。そうですね、どこでやめようかなと思ったけど、やめられないで、しかもね、その場所ね、森哲と平くんがね、はい、出してくれたから、うん、俺はホテルに泊まらなくて済むので、その分ちょっと浮くので、はい、ありがとうございます、皆さん、ありがとうございます。とんでもないです。本当に。今回、これからも、はい。よろしくお願いします、本当に。よろしくお願いします、頑張ります。はい、ぜひとも。皆さんになんかね、色、いい影響を与えられるようなものをね、はい、出していきますので、はい。よろしくお願いいたします。そう、なんかこういろいろ言ってくれれば、それに関してね、あの、言えればいいんですけど。指一本で持てそうな。だから言ったでしょ、言ったでしょ言ったでしょ、軽い、やめなさい、やめなさいせっかくもらったんだはい、ということです、はい、またね、はい、よろしくお願いします。バイバーイ、帰るよ、栃木に。